台風19号による大雨を受け、神奈川県は相模原市の城山ダムで緊急放流を実施する見込みでしたが、当初予定していた午後5時の放流を取りやめました。今後放流する場合は1時間前に発表するとしています。城山ダムは相模川の上流にあり、相模川も午後1時半に氾濫注意水位に達して、その後も水位が上昇し続けています。 神奈川県によりますとダムの安全を確保するため緊急放流を検討していましたが当初予定していた午後5時の放流は取りやめになりました今後ダムの水位を確認して必要に応じて緊急放流の判断を行うということです放流する場合は1時間前に発表するとしています